ましょう。あ、ちょっと始まります。はい、カット。こっちは、あ、できました。お子さんたちの安全、安心、安全、大丈夫、安心、安全、大丈夫。え、泣き今日はこちらにいるジムニー女子の車にハイテクなトラレコをつけたいと思う。捜査協力者、志保さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、改めて自分で自己紹介を。志保です。はい。はい。リピートしただけでしたね。今回、この JB64 に取り付けるドラレコがこちら。ドン。バントゥル、ネクサス、フォープロ。バントゥルって言ってみてください。バントゥル。バントゥル。違う違う、それは B だから、V だから。バントゥル。はい、どうぞ。バントゥル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  OKOK、 これを取り付けて。ちなみに現在こちらの JB のドラレコは純正の鈴木のドラレコです。前後同時録画ですか？前だけ。前だけ、はい、前だけ、前だけ。あれ、ちょっと待ってください、翔さん、煽り運転はどっちから来ますか？横。煽り運転だよ、それボケだよ。ダメよ。後ろ。後ろから来ますね。はい、追突事故されるときは後ろ。後ろ。あと、変質者が出るのは変質。夜。夜。正解。まずこれ、前後。それから中。インサイド。はい。録画すると。で、さらに中は、広角なので、横の幅寄せとか、ドアパンチ、横の子のドアパンチ、駐車中とか。夜にも強い。というわけで、取り付けも簡単なので、実際ジムニー女子に、取り付けてもらうと思う。では本日、よろしくお願いします。お願いします。では、これより、その差を開始する。開封しましょう。はい。はい、じゃあ、そちらを開ける前に、そっちのチャックを開けてもらっていいですか？じゃあ、開封しましょう。あ、開けるの本当に。視聴者の皆さん、すいません。止めちゃいました。ドーン、開封。どうですか、簡単そうじゃないですか、これだけよ。つないで、うん、刺す。見てやめてもいいですよ。アメリカのビリビリアメリカのプレゼントみたいに。はい、どうですかこれ。でかい。しっかりしますね。はい、重い。重い。ちょっといいですか。あ、軽いじゃない。え、さすが女子。重くて、いや、この見た目からしたら全然軽いですよ。重くて持てないです。で、多分これ回るんですよ、回してください。何度もある、わかんない、何度。45度。はい、リアカメラ。あ、これは結構ない。すごいね。リアから車内撮ることも、撮ることも可能ってことですね。箱。おお、箱見せてもらう。中身でしょ。お、なんか出てきた。なんか出てきました。なんだこれ、つけるやつ。ああ、なるほど、ここに。そうだね、そういうことだね。こう。おお、詳しいですね。わかんないです。自分でこういうの取り付けしたことはないです。ない、ないです。おお、電源コード。はい、シガーソケットタイプで、はい、ここに1個 USB がありますね。で、タイプ C 見せて。これタイプ C ですよ。はい。で、内装剥がし。 3M。お、両面テープ。はい、ただもともとついているので、はい、お、予備ってことでしょうね。はい、ついてる。はい、あ、まだあった。あ、まだあった。お、盛りだくさん。線、リアカメラのケーブル。ああ、長いですよ。線、なんかのケーブル。これは何ですか、トリセツ。ちょっと開いてください。日本語ページありますか？あります。おー、日本語あった。日本語あります。盛りだくさんです。フィルム、きれいにするやつ。あー、つくやつだ。フィルム。おー、親切。シール。おー、いいですね。はい、というわけで、はい、こちらがパッケージ内容。まあ、多いようで、でも取り付けはシンプルですよ。そして今回なんとバントゥルーさんからもう一つご提供いただいて、こちらのドン
偏光レンズ。だから光加減でレンズが見せられてば、はい、そういう場合にこれ取り付けると、はい、見やすくなる。そう、うわ、でかい。ガッチです。はい、あ、回してつける。はい、おお、おお、いいですね。すごい、つきました。じゃあこれをちょっと一旦、はい、線つなげて通電確認してみましょう。はい、はい、というわけで、これから付けしていきましょう。はい、ダメダメダメ、何つしてる。つけて、こんな感じ。はい、ちょっと、はい、パチャッとはまる。パチャッとはまります。はい、線がここ。電源、はい、入りました。電源入りました。はい。はい、これ。つけた。はい。はい、ではポータブル電源にさしてみましょう。イン。お、光った。こっちが。お、音しましたね。音がしました。はい。あ、ここに一応スイッチがね、いろいろある。さっき説明しなかったけど。ありますね。はい、ご覧の通りね、モニターがないので。はい。これはどう見るかと言ったら、アプリで。Wi-Fi でアプリ接続できるので、アプリの方、はい、あらかじめね、しろこさんに落としてもらったので、そちらを確認しましょう。接続しようと思って、モニターがないからアプリ接続しようなんて言ったけど、あることに気づきましたね。これ、はい、これね、モニターあったぞっていうことはめくれる、はい、あったありました。はい、モニターちゃんとついてました。モニター出てきました。はい、東京、うん、地域も選べる。お、映った。どこが映ってます？ああ、え、すごい綺麗。本当だ。ハロージムリー、ナイスジムリー。おはようございます。おはようございます。バッチリ映ってます。はい、あ、綺麗ですね、モニター。はい、見やすい。ありました。よかった、よかった。あ、できました。来た来た。あ、映ってる映ってる。あ、すごい、3画面。はい、3画面ですね。映ってます。すごいですね、綺麗ですね。ちょっとそっちの設定簡単に見てみましょうか。距離。お、なんかすごい、やっぱ GPS 入ってるから、いろんな情報が。標高。標高モデルだ。平均速度。設定メニューに入ります。うわー、設定細か。すごいですね。はい。スタンプに反応してるね。駐車監視モード。衝撃。こんなに皆さん、これだけ設定が、しかも見やすいですね。バーッとこうなんだ、一列一列で、あんなっちゃった。もう一回あのフォーマットしましょうか、じゃあ、あの SD カード。OK、成功しました。はい。というわけで、じゃあ、普通の録画画面のところとか。はい。ナイスジムニー。ナイスジムニーは。ナイスジムニー。これ3番。ナイスジムに。え、オッケー。じゃあこれが録画できているかどうかを確認しましょう。はい、ここ。お、来た来た、最後のやつ。これ、うん、ナイスジムよ。ナイスジムに。これ3番。ナイスジムに。え、オッケー。じゃあこれが録画できているかどうかを音もしっかりしてる。綺麗。ここ。はい、はい、いいですね。あのこれ完全に車に取り付けたら、はい、もう3方向録画して安全安心大丈夫。はい、繰り返して。安全安心安全安心大丈夫。大丈夫大丈夫。安全安心大丈夫。はい、安全安心大丈夫。そう、フィリピンパブのキャッチの人が言ってる。客引きしてお姉さんが言ってる、ね、安全安心大丈夫。社長さん、はい、
八丸さんという女芸人さんの名前でございます。知れなくて。というわけでじゃあ、はい、実際車で取り付けましょう。はい、センキュー。でこれをここ、またドラレコ案件来たら、あのドラレコ欲しいという女子はぜひご連絡いただければ取り付けを撮影させてください。どうしたの？汚くなった。汚い。窓ってそうなんですよね。服と意外と汚かったっていうね。おお。志保さん、これ気をつけなきゃなのが、はい。作る前に確認しないと逆さになったりしますから、映像が。これ。上下があるから。押し込んだ方がいいかな。こう。はい。はい、これで文字つけましたと。はい。では実際に走行して操作を行いましょう。じゃあ失礼します。はい。フロントめちゃくちゃ広いな、これ。広いですか、うん、ほら車内見てください。ほら横から、本当だ、うん、横から変なやつ来ても映るし、すごい。フロントのみもあるし、はいはい、人画面、うん、できる。素晴らしい。はい、ちょいハイボタン押してください。はいはい、もう OK というわけで。広いですね、映像がね。顔すごいカバーしてる、この天井まで。丸見えです。はい、テレテレポーズもね、丸見えですね。丸見えですね。ちょっと恥ずかしいっちゃ恥ずかしいけど、はい、行きましょうか。はい、すごい広角、まず。うん、後ろの車のね、ナンバーもバッチリ映ってるんで、なんかあったら。後ろもかなり広角。ソニーのね、めちゃくちゃいいレンズ使ってるみたいなんで。あ、信号のちらつきもないね、ここで見る限り。ないですか？ LED も、うん。で、前の車のナンバーもバッチリ綺麗に鮮明に映ってますよ。私より見えてますね。いや、あなたもちゃんと見て、ね、私見えない。ああ、見えないです。ああ、前のナンバー角度的に。いや、目が悪くて。ああ、目が悪くてめちゃくちゃ不安になってきたぞ今。あ、車内、車内モード。おお。これは確か横からね、ぶつけられてもバッチリ映るね。バッチリですか、うん、ここの辺から当てられても。横からもぶつけられたことありますよ。 あるんだ、やっぱりあったわね。それで逃げられちゃったらさ、正直な人ならいいけど、まあ、よくはないけどドアパンチとかも見えそうですよね。いや、見えるでしょ、これはね、うん、なんか純正のそのドラレコをここで見るんですけど、うん、はい、その画質より全然いい。綺麗、はい、全然綺麗です。でも見てたらそっちに行っちゃいません？あの、え、違う？ HID を試したかったから。え、違う？いや、いいですよ、いいですよ、うん、明暗がね。おお。危ない危ない、早速ドラレコ使うとこだったさ。いいですね。はい、大丈夫です。はい、撮れました。撮れました。思ってたのと違ったけど思ってたのと違いました。はい、アプリ映像。アプリで見てもめちゃくちゃ鮮明な綺麗な画像ですね、映像ですね。お、映ってます。ギア、まあ、しょうさん、これで、はい、ね、あ、夜の映像は後ほど
送ってください。夜の。はい。じゃあ、しのほさんもこれで、自分の安全とね、はい、お子さんたちの安全を、安心、安全、大丈夫ってことで。安心、安全、大丈夫。はい、これからもね、そういう安全なジムニーライフをお過ごしください。はい。はい、以上で、操作を知らせる、ナイスジムニー。ナイスジムニー。娘さん、お子さんたちの安全を、安心、安全、大丈夫ってこと。そう、アプリから落とせるんで。さっきの録画されたやつを送れ。アプリで見ても、めちゃくちゃ鮮明な、綺麗な画像ですね、映像ですね。歩行者。自分の話じゃなかった。違う。HID を試したかったから。違う。いいスイーツ。うん。明暗がね、いいスイーツ。うん。明暗がね。おお。変な人いる、変な人いるよ。